チャフィーズトラベルチャンネルは、春水堪のモーニングをご紹介します。訪れたのは渋谷マークシティ店。本日は一部の店舗限定で提供されている台湾モーニングをいただきます。静かで落ち着いた空間、70席もあるようです。メニューを見ていきます。台湾茶、タピオカティーとアレンジティー、ティービールやティーカクテルなど、渋谷限定の台湾小皿、ハッピーアワーは1杯300円のようです。季節限定の黒ごまチーズ担々麺とスーラータンメン、食事とドリンクが選べる春水堪セット、ドリンクセットはプラス500円でドリンクがオーダーできるようです。ドリンク付きのランチセット、トーファー食べ放題、アフタヌーンティーと満喫セット。アフタヌーンティーは別動画で紹介しています。台湾パフェやトーファーなどのデザート類、そしてこちらが台湾モーニング。台湾モーニングをオーダーします。ルーローハンと台湾風ちまきをチョイスします。ドリンクはアイユージャスミンミルクティーと豆乳紅茶をチョイスします。台湾風ちまきと豆乳紅茶が提供されます。そしてこちらはルーローハンとアイユージャスミンミルクティー。肉の旨味と八角の香りがしっかり感じられるルーローハン。次は台湾風ちまきをいただきます。竹皮で包まれて風味豊かでもちもちした食感、素材のうまみが広がります。豚の角煮と椎茸の味が染み渡ります。Wi-Fi やコンセントも完備されていました。春水堪は日本上陸10周年、今回のチャフトラは春水堪の台湾モーニングをご紹介しました。水曜日と日曜日に動画を更新していきます。ぜひベルマークのクリック、チャンネル登録よろしくお願いします。